日本の名作サイレントヒルもポリコレの餌食になり炎上中。こんにちは皆さん、サイレントエリタです。日本のあの名作のリメイクが今話題になっています。先日公開されたサイレントヒル2のリメイク PV ですが、皆さん見ましたか？20年ぶりに人気作がリメイクされたということで、前々から話題になっていたのですが、いざ蓋を開けてみるとヒロインが肥満体型になっていたり、不気味な雰囲気が最近のプレイヤー用に改悪されているようです。調べた結果、どうやら開発元が多様性ポリコレ会社だと判明してしまい、それではその概要と現地の声を一緒に紐解いていきましょう。それではどうぞ。サイレントヒル2リメイクの開発チームが悪名高いコンソール会社を雇用したことで、 PV の時点でポリコレの兆候がすでに出てきていて炎上中という記事ですね。サイレントヒル2の開発チームはポリコレ要素を作品に入れることで有名なコンソール会社ヒットディテクションを雇用。そして先日公開された最新のサイレントヒル2リメイクの PV で彼らの悪事が話題になった。このヒットディテクションというポリコレコンソール会社は、あの日本のセガも関わっていて、ポリコレの化身のような活動をしているようですね。詳しい説明は後ほど。開発元はサイレントヒル2リメイクについて次のように説明している。現代のプレイヤーを恐怖に陥れるために、キャラや設定なども完全にオリジナルにリメイクしました。コナミの強烈な心理ホラーの傑作サイレントヒル2が PS5 と PC ゲームとして登場します。原作と同じ日本の素晴らしい作曲家アーティストを招いて作られたこの不気味な街は、原作以上に強化されたビジュアル、音楽、ゲームプレイでリメイクされるのです。このリメイク版はあの日本が誇る名作を20年の月日を経て最新技術を駆使しました。ぜひこの恐怖をお試しあれ。ヒロイン役のアンジェラなどが、彼女の眉毛には一体何が起こったのだろう。この20年で好きなものを食べ過ぎてしまったのか。この彼女の変貌が PV で出た瞬間に、この作品は完全にポリコレに侵されてしまったという意見がネット上で溢れてしまったようですね。キャラを醜くしたり、黒人化させたり、太らせることで、ファットポジティビティ団体や人種や LGBTQ に配慮することは今まで行われてきましたが、やっぱり日本の作品にまで手を出されるとイライラしちゃいますよね。サイレントヒル2を現代のプレイヤー向けにリメイクする取り組みにおいて、コンソール会社のヒットディテクションを雇用したようだ。このリメイクに彼らがどの程度関与したかはまだ確認されていないが、彼らのウェブサイトにはサイレントヒル開発のブルーバードチームがクライアントとして記載されている。日本のセガもありますね。では知らない人のために、この悪名高いヒットディテクションのことをおさらいしておこう。ヒットディテクションは、かのスイートベイビーと同じく DEI を作品に組み込むことを目的としたコンサル会社だ。 DEI とは Diversity Equality Inclusion の略です。まあ多様性万歳みたいな感じですね。同社のウェブページから引用したものがこちらだ。あまり注目されてこなかった人種的、性的なグループの人々を含んださまざまなバックグラウンドを持つチームを構築するという当社の取り組みは、ユニークで多彩な視点をゲームに生かすことのできる強みであり、他の企業と比べると先に進んでいます。この多様性によって同社の洞察力が強くなり、コンサルティング業界において我々をさらに強くさせる様子なのです。要するに、人種、性、その他のマイノリティのキャラを無理やり作品に入れて活躍させるためには、オリジナルの設定やキャラをガンガン変えますし、一般プレイヤーの意見は眼中にないですよって言ってるってことですかね。多様性のある会社は結構なんですけど、それを少なくとも日本の作品で披露しては欲しくないですよね。これコナミは本当に許可してるんでしょうか。どうやら今までの伝統的なゲームを嫌い、多様性を無理やりゲームに入れようとしてきた左翼メディアのジャーナリストたちの多くがこの会社で働いているようだ。同社のウェブページから引用。ヒットディテクションの現在のコンサルタントは世界的に有名なメディアや機関で働いた経歴を持っています。これにはゲームスポット、エッジ、IGN などが含まれます。同社のサービスが具体的に何をするのかという人のためにまとめているのがこれだ。我々の業務内容の一つとして、デリケートな問題のリスク評価があります。社会的マイノリティのキャラクター、テーマを作成した際のそのコミュニティの反応のリスク要因を評価します。従業員の前の会社は IGN を筆頭に、どれも今までのゲームに革新をもたらすと言ってポリコレ要素を入れるべきだと叫んできた会社が多い印象ですね。朝栗最新版で、ヤスケがアジア人じゃないからって文句を言うなと IGN が言って炎上したのは記憶にも新しいですよね。要するに、そういう人たちが集まった企業が今回のサイレントヒルに関わっていると。開発側に対してマイノリティからの批判のリスクをアセスメントしますよということですが、一般プレイヤーからの批判はどうでもいいのかな。
ヒットディテクションの責任者であるエリザベス・タイ氏はこのように残している。クライアントからであれ、スタッフからであれ、全ての声を認識して評価するというヒットディテクションの取り組みに大きな誇りを持っています。この発言から察するに、我々ゲーマーの声は認識してはいないようだが、今作の PV が先日公開されたばかりだが、この短い動画の中でも DEI の兆候はすでに出てきている。少なくともサイレントヒル2のキャラクターの一人、ヒロイン役であるアンジェラは見たところ肥満体型で中性的な外見になっていて、ヤバいものを摂取しているようだ。9番のセットを2つ、6番の総数大盛りで7番も追加、あと45番を2つで、1つはチーズ大盛りでジュースの L 追加してちょうだいと、このように彼女の衝撃的な見た目は今ツイッター上でミーム化していて、ファットポジティビティ、キャラを見にくくすることに努めているゲーム業界に批判が止まらないようだ。この眉毛は一体どういう理屈なんだ。そしてシリーズの醍醐味のホラー要素も弱くなっているようだ。霧のかかった風景はほとんどなくなり、どうやらすぐ怖がる現代のプレイヤーに配慮しているようだ。今作では魅力的なキャラもオリジナルの不気味な雰囲気も失われている。これからの動向が不安でたまらないと記事は締められてますね。それでは現地の声いくつか紹介していきますね。 Are you sure you wanna remove Silent Hill 2 from your wishlist? Yup, done. Silent Hill 2 is one of my favorite games of all time. I'm not a fan of remakes in the first place, but there is no way this game should be remade in this day and age. It would be an easy no, plain and simple. This is why we gamers don't buy the new games anymore.I truly believe these companies do not respect the original work. I wonder if Konami okayed this? If so, I'll be highly disappointed. You see the problem here? Even if we take down Sweet Baby, there will always be another lying around. There is no end to it. Why do they have to do Angela dirty like that? This is the funniest thing I've seen in a while, for real.皆さんの考えもコメント欄から教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよってニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄から Twitter、インスタのフォローしていただけるととっても喜びますんで、よろしくお願いします。それでは、一日を。ユーザーネームさんからのお便りですね。質問ありがとうございます。質問、外人とはガラタラタラタラ差別用語ではないはずなのですが、外国人から明らかにピューリパイさんが聞かして、日本国籍なら外人ではなく日本人ですよね。その辺外国人さんたちは知らない感じ、それとも企画更新してまだ降りてないとか。外人問題は結構言われてきてますけど、スペイン語でもグリンゴっていう言葉があるように、別に差別的ではとは思わないですね。ピューリパイがもし日本に帰化したとしても見た目は変わらないんで外人だと思われるんじゃないですかね。少なくとも僕はそう思うと思います。猫トキドキイオンさんからのお便りですね。質問です。ブルルルルルルYouTube の関連動画もポリコレ、差別、LGBTQ、民格、マナー違反などの動画ばかり上がってきて、エリタさんはこういう気持ちになったりしませんか？岡山弁もたまにでいいので出すと親近感湧いていいと思います。これからも応援してます。俺は YouTube を楽しむ場だけというより、学ぶ場じゃと思っとったから、そういう気持ちにはならんかな。逆に日本や社会に対してアホなことをしとるやつがおったら、皆さんに知らせんと応援って燃えるわ。この質問者さんたちのように質問というワードを入れてもらえると僕が見つけやすいんで助かります。いつも応援、サポート、質問ありがとうございます。こんにちは皆さん。サイレントエリタです。こんにちは皆さん。醍醐味であった。そして先日公開された最新のこのヒットディテクションというポリコレ会社は、ぜひこの機能に、やっぱり日本の作品にまで手を加わられ、やっぱり日本の作品にまで手を出されるとイライラしちゃいますよね。サイレントヒル2を現代の観客向けにリメイクする構築するという当社のという同社のウェブペ、少なくともサイレント